ここには都合の良くないものが存在している。それはどういうことでしょうか。答弁を事実にしないと。これは解散です。鎮火作業に移れ。この件はこれで終わりだ。この事件は闇に埋もれていい問題ではありません。状況から考えて明らかに口利きがあったのではと推測されます。鑑定の関与があったのではないですか。一記者がこんな攻めたところで何も変わんなくない。ロート新聞の松田と申します。お話を伺えますか。お話することは何もないと思います。野党の追及や新聞社の報道には困ってますよ。暇なんですよ。謎の正義感で生きてる。これは世の中に出す意義があります。私は自分の仕事を全うしたまでです。俺大変なことしちゃったかもしれない。権力に忖度しろってことですか。人生って最初から決められてる気がしてきた。最近気になったニュースなどありますか。なんなのこれ。これは国家の安定につながるんでしょうか。これからの政治はパフォーマンスですから。なんでここまでやるんですか。私は一人になっても戦い続けますから。国民のために仕事をしていました。罪悪感を抱えて生きていくことがどれほど辛いかわからないでしょう。本当のことを話してください。何があったか知りたいです。政権がひっくり返るかもしれんぞ。この国は変わらないといけないんです。